ための私の攻撃は正当ですから、違反にはならないと思いますけど、富岡さんのこれは対立違反です。こんな可愛い子を殺してしまうなんて、胸が痛むわ。考えの時一の方敵歴一戦首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作って